研究所へようこそ。こんばんは。俺は顔があれだからモテない、金がないからモテない、そう言って幾千もの機会を失ってきた諸君、ようこそ。確かにイケメンで高身長でお金持ちはモテますよね。しかしイケメンなのにモテない人や、イケメンでもないのにモテる人がいるのも事実です。いわゆる雰囲気イケメンというやつですね。今日はブサメンがモテるにはどうすればいいのかを解き明かしていきましょう。先に結論を言うと、女性はモテている男性が好きです。よくわかりませんか？では今からその意味を説明していきます。まず女性がどんな男性が嫌いなのかを説明していきましょう。基本的に俺にはお前しかいない、や俺モテないからさーと発言している売れ残り男子は嫌われます。またすがるように誕生日に高級バッグをプレゼントするような一途な男性もモテません。あれだけ浮気する男性を嫌う女性ですが、自分以外の誰からも相手にされない男性が一番嫌いなのです。なのでそういう一途な男性は女性の ATM にされて終わります。そうではなくて、いつでも浮気できるだけの魅力があるけどお前一人を愛してるというのがモテる男の基本的なスタンスです。なぜなら女性はモテている男性が好きだからです。だから既婚者の男性はモテますよね。それは他の女性にモテている、自分以外の女性のお墨付きがあるという事実が女性に魅力的に映るからです。じゃあ生まれてこの方、女性と接触がない諸君たちがどうやってそれをやるのかということですが、モテている風を装えばいいんです。といっても実際にたくさんの女性と時間を共にしなければ付け焼き刃ですが、それでもいいのでモテ男を演じてください。いいですか？今から諸君らは引く手あまたのモテ男です。女性はこっちから誘わなくてもどんどん近寄ってきます。だから女性に媚びなくてもいいし、ヘラヘラしなくてもいいし、高いプレゼントも送らないでください。もちろんモテ男なので下心なんて見せないでくださいね。そうやって自分の価値をできるだけ高く見せてください。さてこれがまさに雰囲気イケメンの正体です。イケメンでもないのにモテる人は今言ったモテ男を演じているのです。これは偏見で言っているわけではなく、ドガトキン博士のグッピー実験でも実証済みです。この実験では水槽を3つの透明なブロックで仕切り、真ん中にメスのグッピーを1匹入れて、片方のブロックには幾田東真のイケメンのオス、もう片方はブサイクなオスを1匹ずつ入れました。仕切りを取ればどう考えても幾田東真のイケメングッピーの方にメスが寄っていくはずです。しかしその前にブサイクグッピーの方にメスをたくさん入れてハーレムのような状態にしました。オス1匹に対してメスがたくさんいる状態なので、ブサイクなグッピーはモテモテになり、たくさんのメスと交尾をします。一方でイケメングッピーは隔離されてずっと一人ぼっちの状態にします。もちろん両者の状態は真ん中のメスグッピーにしっかりと見られています。散々ブサイクグッピーをモテさせた後、仕切りが取り外されると真ん中のメスは幾田東真のイケメングッピーではなく、モテていたブサイクグッピーの方を選んだのです。この実験は何もグッピーだから起こったことではありません。他の生き物でも立証されています。つまりお金やルックスよりもモテているという事実こそが女性にモテるのには最重要だということです。この法則により自然とモテる人はさらにモテ、モテない人はさらにモテなくなっていきます。人間以外の動物というのは基本的に争いに勝ったオスがメスを総取りするようになっています。それと同じですね。だから男性は絶対にモテない男、つまり喧嘩に負けた弱いオスライオンみたいな雰囲気を出してはいけません。俺にはお前しかいないんだなんて酒が入っても言ってはダメです。相手の目を真正面から見つめて百戦錬磨のモテ男を演じてください。そうすれば今この瞬間からあなたはモテ男です。今日の授業は終わり。また来てね。